映像検証システムに関して、メジャーと NPB の大きな差が指摘されている。メジャーでは約30億円を投じて各球場に高性能の映像検証設備を導入し、専門のスタッフがニューヨークから詳細な映像検証を行う。一方、NPB では一般家庭用のテレビモニターで放映された映像を用い、検証は現場の審判が行うため、制約が多く精度に欠けるという問題がある。審判部としては、より高精度の検証を望んでいるものの、設備投資には限界があると感じている。これにより、ファンやチームからの不満が増えており、SNS などでも映像検証の結果に対する批判が多く見られるようになっている。市場規模の差も影響しており、メジャーが1兆5000億円に対して NPB は1800億円と、その規模からすれば同等の設備投資は難しいのが現状だ。しかし、審判部は映像検証の精度向上のために最大限の努力を続けており、ファンにはその点を理解してほしいと願っている。市場規模を言い訳にはできんよ。だって KBO でできてるんだからさ。きっと市場規模は NPB でリプレイセンターを作らない理由ではない。なぜなら、市場規模がおよそ3分の1の韓国プロ野球が、3億円で建設しているから。おそらく大人の事情放映権絡みでやらないんやろな。ちなみにメジャーではリプレイセンター設置に合わせ、8人分の審判採用枠が増えたそうな。市場規模が NPB よりも下と言われる KBO や CPBL と比較しても、設備面は劣っているので、そこは全く関係ないんやと思うわ。NPB より市場規模の小さい J リーグでももっと質の高い映像検証をしてるし、同じ野球でも KBO がシステムを導入してるみたいだから、市場規模が理由ではない気がするわ。本当に試行錯誤してんのかよ。そもそもリクエストがあった時点で、審判団じゃなくて第三者機関が判定するようにしないと、公平性に欠けるとずっと思ってるんだけど。設備投資の金すら渋る NPB に未来はない。あとは現場審判ではない第三者の映像チェックでいい。